フレイヤ、シグルーンがバルキュリアの翼探しを手伝ったんじゃな。わしの行った場所にあったか。なかったけれど、シグルーンが助けてくれた。あの時の私は怒りにとらわれていたのに、なおも助けてくれた。またテュール像の一部だな。こんな場所まで飛ばされておったとはの。盾が突き破るまで全て氷で覆われておったんじゃろ。
えそうね。さすがね。あとは門を開けろ。私の矢では壁を貫けそうにないな。暴流ね、ミーン。ここが忘れそうと思う。そのようだな。鍵も両方手に入れたことじゃし、扉が開くか試すとするか。クレイトス、今のは痛そうじゃな。王子だ、ここに座す。ずっとここにいたの。王子ダグ、シグルーンの弟の遺体じゃと何があったんじゃ。フレイヤ、なぜ黙っとるんじゃ。本当に読んでもいいのか。わしには無理じゃ、読んどくれ。恋人を殺した弟にシグルーンが呪いをかけた。まさか、ありえん。後に家族を殺したのがヘルギだと知ったが、知ったのは弟、呪った後だった。そしてバルキュリアになったのだ、償うために。フレイヤ、初めから全て知っとったんだ。しかし、謝って。血にまみれたわしを愛してくれた彼女がまさか同じような思いを抱えていたとはな。シグルーンのことを知ってさらに愛は深まった。それを聞けてよかった。シグルーン
こにおる。わからないわ。行方知れずの姉妹たちを探して区界を旅していた。姉妹たちの霊体をバナヘイムに導ければ汚れなき姿に戻してあげられるかもしれないわ。ここよ。上に登らないと。こっちよ。で氷を叩き割れない？まさかノルンが魔法の氷壁を作り出すとはの。いいえ、これは自然にできたものよ。またお前の友だ。私を呼んでない。ロッド。また左にレイダーじゃぞ。欺いたようにレイダーは知っていないでしょうけど。プレイヤー、協力感謝する。お前の得になどならぬのに。あの子が見つかればあなたも集中できるから手伝う。うまくいけばいい。そうだとしても感謝する。実に感動的じゃが、礼はこの寒さを逃れてからにせんか。お前さん、こっちの道はどうやら帰り道のようじゃぞ。そうね、ノルンはもっと上に。
ダルカリランクフルダスダルカリオープンナーズ。見つけた。ああ、三度目の正直じゃな。あの不気味なささやき声、聞こえとるか？頭の中がむずがゆい。ノルンの領域に入った。油断すな。まやかし。恐れ、先入観は捨てて。得体の知れない生き物がいる可能性がある。楽しみじゃな。に見えたが、外に行く道を守っていたのか。好ましくない記憶じゃ。運命が立ちはだかろうと屈しはせん。あ
話の長い知ったかぶりで一生変わらん。それと星の巨人を忘れとるか。本物の銀のかけらの音に聞こえるがの、まあ大した気休めにもならんじゃろうが、自己紹介の手間は省けたな。ノルンは一生見ることができるの。いい評判以外もお見通し。あれは何だ。マスの札は凶悪な魔法よ。ルーンの核を狙って。これはまた何ちゅう化け物じゃ。冬の影響じゃろうな。このまま魔力を吸い取らせるわけにはいかない。こっちだ。この先の洞窟にいるはずよ。またあのむずがゆい声じゃ。淑女にささやかれるのは大歓迎じゃが、この声にはイラつかされるわい。あなた怯えるとよくしゃべるの。怯える。確かにそれはもう死ぬほど怯えておるが、冗談で和ませることこそ旅の仲間の神聖なる役目というもんじゃろう。おしゃべりで悪かったの。見ろ、扉か。いかにもじゃな。バルトル、バルトル、聞いてお願い。やめろ。なぜこいつを連れてきた。ここから立ち去るがいい。待って、バルトル、戻って、話を聞いて。人生の何度も。
私が頼んでみる。よしよし、いい子ね。そう。よし。どんなまやかしを見たか話す気は？ない。乗って。いい子じゃ。愛らしい生き物じゃが、実に気まぐれでの。ケルピーに引きずり込まれるぞと言って子供を水辺から遠ざけたもんじゃ。もちろんケルピーはそんなことせんぞ。バカにされたら別じゃが。沈まないのか。ああ、ギリシャに水面を歩く魔獣はおらんかったのか。ヒッポカムポスという海神に仕える魔獣がいた。かつてタイタンのせいで。その話は今はやめて。
クレイトス、フレイヤ、ミーミルの首がノルンの家に足を踏み入れるが迷いが見える。一行はようやく目的地へとたどり着いたのだ。クレイトスが唇を切る。息子を探している。あの子がアスガルズにいるのは知っている。本当に知りたいのは誰しもが求める答え、己の物語の結末。スパルタの亡霊は眉間にシワを寄せ威圧する。うなりたい気持ちを抑え込むもつい漏れ出てしまう。哀れな者どもが物語から解き放たれるため我らの元に来た。物語を書き換える力を得られると信じて。普通に話せ。そなたは死ぬ、スパルタのクレイトス。じゃが運命の破壊者と言ったじゃろ。ならば運命も変えられるはずじゃ。運命など存在しない。主人公たちは言葉を失った。理解が及ばないのだ。人生に筋書きや台本は存在しない。あるのは選択のみ。ありきたりな選択だからこそ我らが予知したように思えるのだ。息子が生まれた時あなたは黙ってて。息子は無用の死を遂げるとあなたは予言した。現にそうなった。お前が執着し続けて彼が復讐を求めたからだ。そしてそやつは神殺し。息子を殺したけれど憎しみからではないわ、うん、ならば彼を称えるべきか。今もなお神を殺しながら悲しんでいると。人は選択の相和に他ならず、選択が変わることはない。ヘイムダルが息子を殺そうとしていると知ったお前は己の本領を発揮し、そしてラグナロクが来る。空が激しく燃え上がり幕が降りる。あとは皆が退場するのみ。ヘイムダル。またも理解が及ばない。結末を無視し第二幕に目を奪われる。語り部が陥りがちな過ち。もう一度。彼は足を踏み鳴らし、その後にフレイヤが続く。いい物語だったわクレイトス。時期に終わるなんて残念。まあ、なんというか、ためにはなったな。うん、出発するぞ。喜んで。現実に戻ってきた感じがするの。待って、あの木。ほほう、こりゃ興味深い。これは何だ。それはしめ縄じゃよ。オーディンがそれで首を吊ったんじゃ。生と死の秘密を解き明かすための終わりなき旅路の一環としてな。何してる。オーディンにゆかりのある魔法の道具だし使えるかもしれないでしょ。お前さん、アトレウスのことじゃが。ありえん。そうじゃが。決して実現などしない。止めてみせる。わしも同じ気持ちじゃが。とはいえどうやって。よもやヘイムダルを殺すつもりではあるまい。すべきことをするまで。ああ、
それで収まると。なぜ止めるの？相手はヘイムダルよ。あやつは底意地の悪い凶暴な男じゃぞ。ギャラルホルンを託された中心でもある。ラグナロクの前に抹殺できるのならばためらうべきではないわ。あやつの先読みの力だけとっても大きすぎるほどの賭けになるじゃろう。